菊城教えて。どうも、塾長の松永です。今回のお話はサイクルヒットについてです。サイクルヒットっていうのはですね、1試合で、全ての自分の打席の時にヒット、二塁打、三塁打、本塁打、この4本を打つことがサイクルヒットと言われています。で、これはですね、まず一つサイクルヒットでも普通のサイクルヒットって言い方なんですけども、これが例えば順番通りに小さい方から 1打席目にヒットが出ました、2打席目に二塁打、三塁打、ホームランっていうようなサイクルをヒットを打った時には、これはまあ違う呼び方でナチュラルサイクルヒットと言います。それで逆にですね、大きい方、いわゆるホームランから、ホームラン、三塁打、二塁打、ヒットで、こういう打った時のサイクルヒットをリバースサイクルと言います。で、このサイクルヒットですが、今日はどうしてこのサイクルヒットをお話しするかというと、視聴者の方からの質問で、サイクルヒットは狙ってできますかっていうような質問がございました。で、それでまあ、私も実はですね、サイクルヒットを2回達成しています。で、日本のプロ野球界の中で、今サイクルヒット達成している延べ人数、通算ですね、通算のサイクルヒットをやってる回数は74回です。で、この74回の中で、では足が速いからサイクルヒットができるのかというと、今現在ヤクルトスワローズで、頑張ってる青木選手ですね、で今年引退したイチロー選手、この2人はサイクルヒットは達成はしていません。ということは、足が速いからサイクルヒットができるではなくて、やっぱり一番大事なのは運ということになると思います。で、今年はですね、阪神の梅野選手が4月の9日にサイクルヒットを達成しました。で、近いところによると、オールスターゲームで阪神の近本選手、もう本当新人で1年目から1番でよく頑張っていると思います。私もすごく期待している選手で、大きくなっていただきたいなと思っている選手の中の一人ではあります。で、その近本選手がオールスターゲームでサイクルヒット達成しました。で、まあいろいろと、なんか言われることはあったと思いますが、しかしあそこに打って、レフトオーバーに打って三塁に行けるかもしれないというようなところの道筋まではやっぱ彼は運は持っているというふうにやっぱり思いますので、まあ頑張っていただきたいなって、これから阪神を引っ張っていってもらいたいなと思いますが、この中でですね、日本のプロ野球界は74回のノーヒット、サイクルヒットを達成してますが、じゃあ日本のプロ野球界のノーヒットノーランは一体何回だったでしょうってなると、これが90回です。ということは、ノーヒットノーランよりもサイクルヒットの方が確率が少ない。ノーヒットノーランというのは1試合で1人の投手がずっとやるんですけども、野手の場合は9人ですね、9人がずっとやっていてもノーヒットノーランよりも回数は少ないということは、日本の野球は、ノーヒットノーランよりもサイクルヒットは非常に難しいということになりますね。で、これがですね、メジャーリーグになるとですね、もちろんメジャーリーグの歴史の長さと、あと試合の多さっていうのはあるんですが、これがもう、サイクルヒットは、326回、出ております。で、それに対してノーヒットノーランは300回です。これはもう日本の数字とは逆になって、投手の方が難しいっていうことに、なっております。で、そのメジャーリーグで、今年6月の13日にレイズ戦で大谷選手がサイクルヒット達成しましたね。これはもう日本人初で、大谷選手のほど能力があるのは多分もうサイクルヒットが出てもおかしくないって皆さん期待するとは思いますけども、やっぱりこれも
運っていうのがやっぱりありまして、この運っていうのはやっぱりサイクルヒットに重要なのかなっていう気はします。で、西武にいたあの細川捕手ですね、彼はあの障害打率は2割程度なんですけども、細川選手は その中でサイクルヒットを達成しています。これは率が悪いからというよりも、そのやっぱりサイクルヒットをやる運もあったんじゃないかなっていうふうにやっぱ感じますね。で、先ほどもあの近本選手の名前出てきましたけども、そのオールスターで打ったのが一番最初に打ったのが、まあ1992年にヤクルトにいた古田選手が最初にオールスターでのサイクルヒットをやって、今年近本選手ですね。で、これがですね、球場別で見ていくとですね、一番多く出てる球場がですね、なんと私もちょっと予想外だったんですけども、神宮球場が5回出てますね。で、その次に出てるのが、名古屋ドーム4回です。で、全く出てない、球場がですね、ヤフースタジアムとゾゾマリンスタジアムが一度も出ていません。そしてなおかつ楽天はまあもちろん新球団になって、まあ、まだそんなに他の球団に比べれば年数はないんですけども、楽天の選手もまだ一人も、ノーヒットノーランをサイクルヒットを、出している選手がいませんので、そこら辺の球場に行かれる方は、私らがこの生きている世紀の間に、早く、打ってもらえるように、そういう見方も今後サイクルヒットが出るんじゃないかな、出てほしいなっていうような思いで、球場に行かれてみてはどうでしょうか。今回は、サイクルヒットについてのお話でした。はい、今日のしおりちゃんです。しおりちゃんはハーフバースデーをしっかりと迎えることができました。順調に育っています。今日はちょっとこれだけおめかしをしました。皆さんと共に、我が娘のしおりちゃんの成長を見守っていただけたらと思います。笑顔満載で、あ、これパパがホームランの時に投げたやつね、覚えておいてね。ということで、今日のしおりちゃんでした。